今回は中村すみれさん対囲碁 AI の金物碁を見ていきたいと思います。では早速棋譜を見ていきたいと思います。中村すみれさんが乃木恒囲碁でついに対局しまして、なんと囲碁 AI の金物と対局したので、その後早速見ていきたいかなと思います。この碁はかなり中村すみれさんが善戦した碁で、これが終局図なんですけど、そうですね、これが終局図で黒が2目半勝ちとなりました。囲碁 AI の金毛相手にかなり善戦したので、これからの対局が楽しみですね。では初手から見ていきたいと思います。黒番が囲碁 AI の金毛で、白番が中村すみれさんですね。黒は星と小目から一間に締まりました。で、白はかかっていきましたね。そうですね、ここで三間に挟んで、これは、どう打っても一局ですね。挟むか受けるか。ここはどう打っても一局の局面ですね。で、黒は右下かかってから三々に入りました。そうですね、ここに下に張って一手かけようということですね。この時に挟んだ位置が三間にあった方がいいということかなと思います。白はこちらに下に張った時は跳ねで一手かけること多いんですけど、二間のハサミだとちょっと狭いので三間にあった方がいいということですね。で、黒は挟んで三々に入りましたね。そうですね、ここで黒つけていきましたね。この手はめちゃくちゃ驚きましたね。普通は、普通はここですね、ここに詰めて一局なんですけど、これだと白に対して響かないので手を抜かれてしまうんですよね。白に手を抜かれて右下のハサミに回られてしまうので、これが囲碁 AI はぬるいという判断なのかなと思います。人間だとこういうふうに黒は爪で打つのが普通の考えなんですけど、なかなかつける人いないんで、囲碁 AI 独特の手ですね。もしここで白が手を抜いたら、今度は跳ねる手がきついので、これだと目いっぱいの形で黒打った形ですので、これは黒不満ないですね。なので、ツケだと相手に対して響いた手になるので、白は手を抜くことができないんですね。なので白としては何か対応する一手になりますね。実戦はこちらの方に跳ねていきました。で、黒を押さえて、そうですね、ここ切っていきたいところですね。で、こちらに当てて、で、白はつなぎました。黒は下に張って、白を押していったんですけど、こういう形になってみると金毛の狙いがわかるんですけど、こちらに跳ねられて、どちらかというとこれ白が明らかに2目の頭跳ねられたのが痛くて、ちょっと白が苦しい形で、ここで打つ手がないんですね、白としては。なので切りを打ってから当てを打ってこちらに押していきましたね。で、黒跳ねて、白切りを打ってこちらに当てて、もし黒がこちらに逃げたらこれでシチョウということですね。種石がシチョウなんですけど、受けてくれるはずもなくこちらに切られてしまって、この状態で種石、この2子は取られてしまいました。ここで白が仮に継いだとしても、
当てを打たれて、これは逃げてもどんどん当てを打たれて取られてしまう形ですね。なのでこちらに切られた時点でこの白石は取られています。で、白は抜いて黒抜くという分かれになりました。そうですね、やはり抜かれた形がどちらかというと黒の方がいい形なので、黒が成功した形かなと思います。ただ序盤なので白としてはまだ打てるかなと思います。まあ、盤面はまだ広いので気を取り直して下辺に開きましたね。で、ぶつかりからこちらに跳ねていくのがいい手ですね。で、打ち込みました。ここで黒は冷静に受けましたね。形勢が黒がはっきりいいので受けてで十分ということかなと思います。そうですね、この角もなかなかここに打つものかという、これなかなか気づかないですね。打ち込みとかあるところなので寄せの手なんですよね、この角って。なのでだいぶ囲碁 AI の金毛は形勢を楽観してるのかなと思いますね。普通にこういうとこ打ち込めるところですから、わざわざ寄せの手を打ってるので。そうですね、白は飛んで押さえました。押さえはでかい手ですね。でかい手なんですけど、そうですね、形勢が苦しいのでこれで頑張ったということですね、この幅で。ただまだ左辺は確定地にはなってないですね。で、白は桂馬して、黒はこちらに桂馬しました。この桂馬は金毛にしては珍しい悪い手というか悪手かなと思うんですけど、あんまりいい手に見えないんですけど、実戦桂馬に打ったんですけど、桂馬よりは飛びの方が良かったかなと思います。まあ、どうして桂馬が悪い手かというと、実戦この後わかるので、まあ、一旦ここは保留しようかなと思います。で、黒は打ち込みを打って、この石は取れないですね。で、形勢は今どれぐらい離れてるかというと、そうですね、盤面15目ぐらい黒がいいんですかね。369。まあ、黒地55ぐらいで、盤面15目ぐらい黒がいいという感じですかね、形勢的には。そうですね、これ寄せ合いが続いていて、跳ねは時間つなぎかなと思います。次の一手を、勝負手を考えてたのかなと思います。白が次に打った一手がとてもいい手でした。白が次に打った一手は、この跳ねでした。この跳ねが、黒の桂馬を咎めた手で、この跳ねによって、黒が桂馬した手が繋がってないんですよね。一間に飛んであれば、こちらに当てを打っていく形があったんですけど、桂馬なので、実戦どうなったかというと、黒を押さえた時に、切る手が成立してるんですよね。で、ここで例えば、黒が抱えると出る手があるので、これを抑えることできませんので、これは黒が明らかに失敗してますから、抱えることができないんですね。で、実戦どういう形になったかというと、こちらにコスんで、白、こちらに伸びたので、これは2目取れる形になったので、先ほどまで盤面15目黒が良かったんですけど、この2目取り込んだことで白が大幅に得をして、細かい、相当細かい寄せ勝負になりました。実戦の結果も2目半だったので、金毛が打った悪手を
うまくとがめた形かなと思います。なので中村すみれさんは自分の碁を寄せが課題と言っていて、寄せがうまくなりたいと言ってたんですけど、この碁を見る限りは寄せがだいぶ正確でかなり強くなっているなと感じました。で、黒跳ねて、この後も寄せ合いが続くんですけど、相当細かいですね。で、黒は飛んで、そうですね、黒ここに押さえた局面で、で、白は伸びて、白跳ね継ぎを打って、こちらに出て、で、こういう形になったんですけど、黒がこちらに桂馬した手が意外とふんわりした手なんですけど、まあ、地味な手で、まあ、意外とこういうところが大きかったみたいですね。なので、もしかしたら、まあ、桂馬される前に、ここで白が先手取った局面で、まあ、こういう覗き一本ぐらいは利かしててもよかったかもしれないですね。まあ、一応ここら辺に少し白地を持てるので、まあ、これ一本利かしてから跳ね継いでもよかったかもしれないですね。寄せは本当に難しいので、結論出すのが大変なんですが。ただ実戦、跳ね継いでこちらに、コスミに戻って、黒がこちらに桂馬した形は細かいながら少しだけ黒が残ってる形みたいですね。この後もかなり難しい寄せ勝負で終局まで打たれるんですが、金毛が2目半勝ちとなりました。なので囲碁 AI の金毛めちゃくちゃ強いんで、プロでももうほぼ勝率的にも99%ぐらいあるんですけど、プロ相手に。その金毛相手にこれだけ善戦したので、1ヶ月でも相当強くなってるなと思いました。なのでこれからの成長が楽しみですね。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。